皐月賞スペシャル「ウィン5の巻」「ウマトーク」いやータツキング今週はついに皐月賞じゃないかいやーついにボバクラシック1巻目はね皐月賞まあ先週もおしょなんやかんや言ってねもうジェネラルフィリーズの1着2着から来たからね 今回も固めなのかなあの狙いたいけど毎週毎週 G1 が続いておかげで私は金欠まんまミーヤだよえようさんお札持ってるっていうそれ何それ五百円札やん久々に見た岩倉朋美やんかいやちょっとしかも似てるしリンさんにんどっから引っ張り出してきたんまあまあまあええわえでリンさんの今週の 本命はなん私の本命はなんと「養蜂レイク」いやほのぼのレイクだよちいちめんどくさいなもうと言えばええん養蜂レイクねいいよんまあやはり皐月賞はディープインパクト3区なんだよタツキングまあねディープね、まあ、去年もねコントレールやったしでも今年にさこれディープ3区4と8入れたら6頭もおるよ なんやんやこれもめんどくさいなもう出馬表見たらかるやんなるほどなしかし私は養蜂レイクほのぼのレイクだよでおっさんどこ行くのえお迎えに行かへんよ俺 <laughs> <laughs> 今回の Win5 は4月の18日日曜日阪神の10レース「心斎橋ステークス」から「アンタレステークス」 最後が、サツキショーになってます。先週もね、新潟の3レース目。これで外してウィンフォ4でしたから。今週は新潟に要注意ですね。行きましょうか。で、Win5 当日の日曜日朝から、ウマトークライブ全36レース予想 YouTube ライブですね。5回目になります。サツキショースペシャル。で、最終レースに近づくと、 インスタントジョンソン、ジャイさんの大人気コーナー。最終レースはこれが来るんじゃいも。えー、ライブで発表します。まあ、ウィンファイブもその都度発表しますので。まあ、時間ある方はぜひご覧ください。まずはウィンファイブ1レース目。震災システイクス。阪神の10レース。芝1400メートルですね。過去8回で1番人気は0勝だけど、まあ、2番人気3122ですから。五パー内75%。2番人気中心かもしれないですね。 で、3番人気2勝。でも4から6番人気も3、1、3、16と、まあまあ勝ってると。だから1から6で選ばなあかんか。これめんどくさいね。で、馬券内の相性二重丸は1枠と6枠と8枠で、関東馬の勝利は今んとこないと。で、本命は9番。遠槍と生徒からいきます。で、対抗に2番。ビップウィンク。で、ターナ、川北アジン。で、レインアナに僕はレッドクレオス。 で、タスキングマーク、シャイニーロックぐらいまでかな。このタガノスカイハイまで入れたいけどね。とりあえずこれでいこうかな。では、ウィンファイブ2レース目。K.O. ステークス。ダートの1200メートル。中山ですね。過去5回、1番と3番人気はゼロ勝も2着3回来てますから。でも9番人気まで勝利してます。これは難しいね。で、1400メートルからの距離短縮みが33113と、まあまあ相性いい。 で、ミスプロ系が穴候補らしいですから、これ。これ要注意ですよ。で、四歳馬とヒンバの連帯が全くなく、で、金二年はもう逃げ馬が勝利してると。で、本命は八番、ダンシングプリンスでいきます。まあ、ここ強いもんね、ここね。で、五番、デザートストームと設計図さん。で、六番にアポロビビ。で、レシプロケート。で、ジャスパープリンスまでかな、タスキングマークの。 で、穴はノンライセンスとサンライズカラーマン。これ、デムちゃん、ルメちゃんですね。これでいきます。では、ウィンファイブ3レース目。これが鬼門の福島民放杯。新潟の11レースの芝2000メートルです。日本最長の659メートルのほぼ平坦な直線で、直線入って用意トン。瞬発六勝負です。過去5年で一番人気は2勝も馬券内4回。うん、まあ、一番人気強いね、やっぱりね。 中山記念組と大阪城ステークス組が相性いいと。で、9番人気までが勝利してますから、まあ非常に難解ですね。これ直線次第やもんね、これね。で、本命は僕はウィン・イク・シード。9番。武藤さんでいきます。で、対抗に当選数理ア、横山和夫さん。やっぱりここはもう強いと思うよ。で、ターナに14番。バンケ・ドミンゴ。これ安定してるからね。で、8番。ロード・マイ・ウェイでいきます。で、タスキングマークは6番。インビジブル・レイズでいきます。 で、穴には1番、マイネル・ウィルトス。これ、マイネル、相性いいからね。で、激押し。11番、湘南・バルディでいきます。では、ウィン5・ファイブ4レース目。アンタレス・ステイークス。阪神のメインレースですね。ダート1800メートル。過去9年で7勝が3番人気以内で、まあまあ固め。で、1番人気4勝で、連体数56%。で、3番人気と6番人気も2勝ずつ。 で、5歳馬が9回で6勝してますから。で、相性20丸の名古屋大商店組と距離短縮組ですと。本命は、僕は14番、ロードブレスでいきます。三木さん。で、対抗に7番、アナザートゥルース、藤岡さんに、まあ一番人気想定の3番、レピアウィット。で、8番、ヒストリーメーカー。前回ね、マーチステイクス2着突っ込んできましたから。で、リピーターのタツキングマークは5番、グリム。 で穴に13番レーヌ・ブランシュ前田慎二さんで激おし芝は9番ダノン・スプレンダーできますこのトークツキングうんどうしたお菓子すごかったですね生育ちの破壊力いやー確かに強かったまあさし毛の怪物って言われたねオーグリキャップより白毛の怪物やな、ね、あれはね あそうかほのちゃんあれか阪神競馬場所行っとったもんなほんとに真っ白でめちゃめちゃ綺麗でしたそれでレコード出すんですもんほんとすごすぎますまあほのちゃんがそれぐらい言うならそら育子のぬいぐるみも売り切れてもらうわなそうだな時代は白毛かいいだろうあれなんか変な子行くか分かった今あっそうそうはい行くかしょうもね 馬娘のキャラの血統が出るんですよ。またかいな。さつき賞も。これディラビー入りすぎやな。あのゴルシュの息子なんですけど。もうゴルシって言葉ももう一般的みたいになってるね。ファミマみたいな。ルーパステソーロって言うんですけど。あそう。で何それをまたルルパスオとか言うわけ？ゴルシユズリの足毛でこれまた可愛いんです。うん、やっぱりスルーやな。 <laughs> まあゴールドシップも足毛やったけどもう今はもう真っ白やもんねうんうん先週の育ちに続いて今週は足毛なるほどねゴルシカああと朝間のいたずらうんそんな変な名前おったかなあんまあまあ人気あるやんこれこの子のパパもウマ娘に出てるビクトワール・ピザなんですよおビクトワール・ピザまでな なるほどな、馬娘。ええー、馬ばっかり出てくるな。さつき賞の馬娘馬券はこの辺ですかね。いやー、ここまで人気やと、宝塚記念のファン投票もちょっと変わってきそうやな。楽しみですね。いやー、すごいな、馬娘パワーは。まあ、来週俺は北海道やから。また来週、再来週か。天皇賞、見に行けたら行こうか。では、さつき賞の G1、中山芝2000メートル B コース。 実績と必勝デーたヘッドライン、タスキングを添えておきます。まずはダノンザキッド。4003勝10勝2勝のホープフルステークス。年末の G1 優勝しました。で、前走やよい3着のジャスタウェイさん中山1勝してますからね。エフフォーリア。で、岡山武史雄記。3003勝です。無敗のエピファネア3区。これ、ボーバーでもエピファネア。去年のね、デアリングタクトに続いて。共同通信杯 G3 解消しても 一躍スターダム。一番人気候補ですね。で、ディープモンスター。これ帰ってきたトサキケータキシュがタイトルホルダーから乗り換わり。竹豊さんがね、出れませんから。4003章。右回りは連帯100%。で、前走スミレステイクスを差し切ってるディープサンクですね。スミレステイクスからダービー行ったね。フサイチコンコルドみたいになるんでしょうか。ビクティファルス。3002章。中山1800メートル。スプリングステイクスの G2 優勝しました。 で、雨の重ばばとかになるのはいいんじゃないかなで、継続機場の池添健一さんですから、また大阪杯みたいに、モーズベルみたいな外から突っ込んでくるかもしれないね。で、ステラベローチェ、4002勝。で、朝日杯 G12 着のバゴ3区。で、選手の、育ちの、吉田隼人騎手が、今度はステラベローチェに乗ると。で、タイトルホルダー、4002勝の中山2勝です。で、前走、弥生賞の G2 優勝してますから、 ステップレースを優勝してる。で、中山2000メートル G1 は4着でしたと。去年のドラメンテサンク田辺さんに変わってます。では、さつき賞 G1 のたつき軍必勝データ行きます。前走が1着場は10年で発勝していると。まずここ重要。で、1番人気は3勝の連帯率44%。2番人気も44。3、4番人気は33%ですから。ここは1番人気から4番人気のボックスか、 一番力一等軸からの。これ九番力まで買ってますから、広く流してマルチで大きく取るか。っていうデータになりますね。ではここでヘッドラインいきます。サツキ賞は10年の馬券内30頭で20頭が前走一着馬と。3分の2が前走一着馬ですよと。で、今年のサツキ賞の JR n のヘッドラインが、世代を主張しろ。この瞬間から時代が動く。いやー、どういう意味でしょうか。 で、過去12頭出てる、ハーツクライサンク。去年のサリオス以外は全滅でしたよと。で、帯狙いは、全走重傷勝ちからのワイド。5791315もいいんじゃないかと。モロヘイヤミカミの、サツキ賞出走版、超強ベスト 3! まず、第3位。グラティアス。完勝だった形成杯より、さらに成長しているように見えました。 キャリアはまだ2戦なんですけれども素質はかなりのものがあると思いまして前につける競馬で持ち前の体力を使う消耗戦になれば上位に絡む可能性大いにあると思います第2位ダノンザ・キッド陣営が慎重に仕上げた印象を受けましたね、まあ、最終追い切りは馬なりなんですけれどもスピード感満載で調子はかなり良さそうですね 前哨戦の弥生賞こそ落としてしまったんですけれども収穫があったのは確かでございますから期待できると思います第1位エフフォーリア一周前を切りでビシッと追って最終は完食確かめる程度だったんですけれどもほぼ仕上がってたように思いました馬体もねピッカピカ個人的にはイスラボニータのサツキ賞前を思い出しましたね今週も 無敗馬の G1 制覇に期待がかかります参考になれば嬉しいですまた会いましょうモロヘイヤ三上でしたどうもみなさんこんにちはホクロマンですさあ今回はサツキショーとなりました最近全くめっきり当たりませんなのでこんな時は神頼みいろはにほへと ならぬイノハニホクロで選びたいと思いますさあダロンザキッド F フォーリアに人気集中になっておりますが私が今回推奨するのはこれイノハニホクロ11番ディープモンスターこの馬ですねこの馬とそして9番ラーゴムそして13番タイトルホルダーがこの1番2番人気ダロンザキッド F フォーリアに絡んで でくれると思っておりますそんなホクロマンショーでしたではここで帯取とり名人カリアのナちゃんの今年の皐月賞の G1 予想16番ベッドベルオーブからダノンザキッ8番で3番のステラ・ベローチこの3頭でいくとこれはすごいねこれは太くいったら帯で狙えるかも期待したいですねでは最後に皐月賞 G1 タツけの予想いきます 本命は5番、ビクティファルスでいきます。池添さんでいく。で、対抗に7番、エフフォーリア、横山武さんに6番、ヨーホーレイクを単穴にしました。岩田息子さんですね。で、8番、ダノンザ・キッドとディープモンスターがレイアナ。で、脅威の回収率のタツキングマークはステラベローチェ。やはり朝日派二2着馬は外せないね。2週連続吉田隼人さんもあるかもしれない。で、穴は、 1>, 1番と9番迷いましたが1番。アドマイヤ・ハダル、ルメールさんに15番。バクアナ、クラティアス、ルメチャンデムチャンで押さえると。これでいきます。では最後までご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。朝9時からライブやってます。時間ある方はぜひご覧ください。じゃあね。バイバイ。